し、何か恵んでくれ。巨人、もやたち、もう今日で何か恵んでもらおうぜ。巨人くん、華々しくフィナーレしようって言ったのに、なんでこんなに悲しい雰囲気になっちゃったの？巨人くん、じゃあ分かった。最後は皆さんにお礼の意味も込めて、今までの全部をやりながらタイトルコールしてみよう。じゃあ最初から、そうそうそう、ドン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 からの組体操、そしてからのなんだっけ、なんかこんな感じで木に登ろうって言って、ここが破けたやつやった。それからほらほらほら、じゃあピート・タウンゼントさんやって、ザ・フー、私があのフリーをドン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 。ということで、私たち2人でイエイ、サジャが1人で、今日は2人だ、まるまるやってみた。ということでですね、今日はなんとやはりですね、私たち巨人の皆さんの襲撃を阻止しなければいけないということで、久々に握力測定をしちゃおうかなって思っとるのです。任せてくれと。分かりました。そしたら巨人くん、ちょっと垂直跳びしてみてください。どうぞ。さあ、沈んだからもシャン。今のすごい素敵だったんで、あーからのエブリバディみたいな感じでちょっとロックスター気取っていただいていいですか。最終なんでちょっとお願いします。ヘイグググヘイエブリバディ乗ってるね、乗ってるよ。行きましょう、せーの、よし、タタタタタタタ。え、ちょっと巨人くん、本格的じゃないですか。何このギューンってやつ。え、ちょっと見せてください。なんていうの、巨人くんの握力は、なんだ、あれ2ってなってる。だって2ってなってるもん。ほら見てください。巨人くん、しかも鶴までしちゃうなんて、私悲しいよ。じゃあ巨人くん、一緒にオーディエンスのみんなの力を借りよう。じゃあちょっとこれ行きましょう。シュ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 、大変なことが起きた。みんなの力です。みんながいてくれたおかげです。見てください、ありがとう、すごすぎる。もうこれは機械の人知を超えた私の力だ。悪いけどね、巨人くん、これからは逆転だよ。私はね、測れないところまで行ってるんだ。もう一回、もう君の勝負はついてるんだ。じゃあもう一回だけだぞ。巨人くん、あのジモンさんみたいにやってもらっていいですか。なんかあの寺門ジモンさんみたいな感じの、なんかボディービルダー的な。シュン、サッ、ホッ、よっ、おお、上手だな、これは。ちょっと待ってください、みんな大変です。え、本当に100いっちゃった。え、本当ですか、すごいや。おや、さっきはね、ちょっとあのスタッフ様と共謀してたことがあった。でも次は本気でいきます。
見捨てねえでくれるか。じゃあやるよ。巨人くんは100も言ってすごい、ね、じゃあお客様にちょっとね私たちのこの気持ちをアピールしようか。ありがとう。それじゃあこのコーナーは何のコーナーでしょうか。これは悪力をして何をするんでしょうか。それじゃあそんな細かいことを気にしちゃダメだ。よし明日へ向かって走ろうじゃねえか。よし行くぞ。明日が僕たちを待ってんだ。早く巨人行け。